ただきまして、いつもありがとうございます。滝本ブック堂小林です。タンです。江戸本です。よろしくお願いします。お願いします。はい、江戸本さん、今日、はい、最初こちらですね、今日も本の紹介になるんですけど、ね、はい、こちらの精進料理講という本なんですが、こちらはあの吉村松陽、まあ、先生が書かれたものなんですが、曹洞宗様の教える食事に関することがいろいろとこの中に凝縮しております。ですから結構そう、食っていうのはすごくやっぱ大事な、命にかかるものですから ね、まあ、そうやね、それはもうさ、生きていく上でね、はい、そうなので、そういったのが入ってますんでね、皆さん読んでくださいね。ベロさん、食事ね、最近よう作ったりとかしてるから、やっぱこういうのも参考にね、はい、はい、なるほど、はい、大丈夫ですか、中身の方は。いや、そんなん言ったらね、やっぱりやな、やっぱ買うてもらって、はい、楽しみがなくなってしまいますなるほど、はい、はい、ほんなら今日の質問に行かさせていただきます。だからからの長文でございます、はい、いつも楽しく YouTube 拝見しております。皆さん、人天街の取り付け作業の時はものすごい汗でしたね。お疲れ様でした。まあ、ものすごい汗だったんすよ父親にがんが見つかり、約2年入退院を繰り返しました。母と私は何かできることはないかと、近所のお地蔵様へ毎日拝みに行くことにしました。お地蔵様に千羽鶴が釣ってあるのを見て、父親母親と私で鶴を折り、千羽になると奉納し、お参りに行って空いているところへ自分らで吊るす。2年の間1万羽奉納することができました。おかげで父親は自分の望む治療生活ができ、亡くなるまで自分らしく過ごすことができたと思います。私と母親は今もお地蔵様へお参りに行くんですが、雨風を受けた千羽鶴は次第にしわくちゃになったり、糸が切れたりしてきました。お地蔵様の上には屋根があり、三方向にはカーテンのような布がかかっているのですが、台風や強風により千羽鶴が傷んでしまっています。私は父親も折った千羽鶴をワンセットだけでも自宅に持ち帰り大事にしておきたいのですが、母親は反対します。お地蔵様へ奉納したものだからダメ。もしお地蔵様のお世話をされている方の判断で今後処分されても構わない。お父さんもお地蔵様へ奉納するために折ったんだからと言います。近所なのですが、どなたかお地蔵様のお世話をしている人をお世話しているか知らないし、今のところ減りはしていないので、うちのも含め処分されているということはなさそうですと。奉納した千羽鶴は持ち帰らない方がよろしいでしょうか。お分かりになりましたら教えてください。よろしくお願いいたしますという長文をいただいております、はい、で、まあ、ちょっとね、あのお父様のこともいろいろお大変だと思うんですが ね、まあ、ちょっとそのあたりね、ご冥福を。あ、そうですね、はい、まあ、お亡くなられたということで、ね、はい、で、まあ、千羽鶴ですよ ね、 そういうことですね。千羽鶴を奉納した分を持って帰ってきたい、はい、もういいかという質問でございます ね、 ううね、まあ、千羽鶴って皆さんもね、一度はこうちょっと、ね、そうですね、折りましたね、あると思うんですよ、千羽鶴折ったことありますね。皆さん病気でね、こう誰かが入院したりとか、そうした時にね、こう病気治ってねっていう形でやってたと思うんですが、はいはい、まあ、この榎本さんないでしょ。僕ですか。ありますよ。ありますか。はい、友達が入院した時に、ね。ああ、そうですか。あります、あります。榎本さんないでしょ。いや、あります、あります。どうしたん。調子が。なんか、あの、心が冷たい時あるからな。ないです。大丈夫、大丈夫。で、まあ、その千羽鶴にちなんでね、そのまずその折り紙ですよね。千羽鶴って作るものっていうのは。そうやね。で、まあ、折り紙ってまあいつぐらいからあるのか。ああ、確かに。はい、ということなんですが、まあ、日本ではその平安時代、なるほど、結構昔からあるわけやな、はい、ただこの平安時代の時には、僕ら本来折り紙っていうのはこう折ったりとかして、それこそつる作ったりとかしてましたけど、この時代っていうのはそういった使い方じゃなくて、まあ、今でいうノート、書き物の下地に使ったりとか、なるほど、ね、今のその折ったりするような使い方とはちょっと違う使い方をされてました。なるほど、はい、でこれが、まあ、あの、その一番最初の、まあ、そういう、こう日本で折り紙の言葉が生まれた、折り紙という言葉が、はい、言葉が生まれた、まあ、俳句と書いたりとかしてあったり、はい、そういったのが使われてたと、おしゃれな使い方で、はい、で、この病気の、その、まあ、病気祈願、治す時の言ったシンボル、今でこそなってますけども、うん、これが、まあ、なんでその病気を早く治ってくださいとかっていうシンボルになったかと、うん、そうそう、なるほど、なんで千羽鶴をこう上げるようになったかっていうのね、はい、というちょっとそのきっかけというものがありまして、うん、まあ、あの原爆ありますよね、うん、その戦争の、まあ、ちょっとね、かなり辛い話になりますが、その時に、あの、佐々木貞子さんという、まあ、子が12歳の子供の子が、まあ、被爆されまして、9ヶ月後に
まあ、急性白血病を発症されまして、まあ、入院して、まあ、闘病生活が入るんですが、その時にやっぱ自分の病気がやっぱり治りたいということで、うん、まあ、折り紙を使って千羽の鶴をこう一生懸命折ってました。で、まあ、ちょっとね、悲しい話なんですが、まあ、その回もなく、ちょっと9ヶ月後には、あの、貞子さんは、まあ、亡くなってしまうんですが、うん、まあ、これがそういうきっかけになって、うん、これから病気とかで入院された方が、その、お見舞いとか行った時に、折り鶴を、千羽の鶴を折って、持って行ったりして、病気治ってねっていうようになったと言われてます。なるほど。はい。なるほど。これ、英語の授業で、佐々木貞子さんの話は、やったからね。英語の教科書載って、でそれを和訳するっていう、その原爆からの経緯を、それは英語の勉強はできましたか？英語の勉強はやっぱり、まあ、英語の勉強はできないんですけど、心は打たれた。なるほど。英語はできんの。そうだ、あったんですね。あった。だから俺らの授業は、高校の時の英語の教科書はこの佐々木さんのモチーフになった話があった。英語の教材にもあるっていう、そう、素晴らしい。はい、まあ、そういうことから来てるということです。ただ、あの、本来はその日本でその平安時代からこう、まあ、折り紙というのが入ってきてるんですが、まあ、言った鶴は千年、亀は万年と、うん、それ俺言おうと思ったの。さっきのところから何が分からんな。まあ、あの、それぐらい言うたら長寿、そうやな、意味がな、鶴っていうのはやっぱり長生きの象徴というものがあったので、まあ、長寿を表すというような形で鶴の方はおられるようになったということなんですが、まあ、いいですよ。で、この千って千羽鶴の千ですけど、うん、実際鶴というのは千で言えば、まあ生きひんやろうね。そうやそうやね。亀は万年で、万年も生きひんやろうな。もう今でもずっと。いやいや、生きひんやろ多分。で、その千っていうのは千年生きるということではなくて、まあ、それぐらいたくさんっていう数のことですね。まあ、長いこと長いことという意味から来てると言われてますね。ですから千羽の鶴を折るということは、まあ、たくさんということ、鶴折るということになってますね。なるほど。で、そのたくさんの鶴を折るということはやっぱ長寿のことですから、すごくおめでたいこと。なるほど。で、そういう象徴としてやっぱ鶴というのが折られてたということになります。で、この鶴が折られてたのが時代で言うと、まあ、次めくってもらったらいいですが、江戸時代。なるほど。江戸時代の町民様とかにそのやっぱおめでたいということで鶴を折ってこう祝ったりとか、そういった時にしてたと、はい、言われておりますね。で、あとはね、そのここに鶴の頭を折らない、折りがちやけどな、俺は多分鶴の頭を折るタイプやから、これ折らんと鶴ならないんじゃないですか、うん、そうですね、頭がね、頭ならないんですけど、ただ説はいろいろあるんですが、はい、鶴の頭を折らない、これを折ってしまうと鶴の首を折るということで、あまりその縁起が良くないと。あ、なるほど、まあ、日本人のでさ、例えば小林さんが入院します、タナさん入院します、で、私鶴持っていきます、で、なんかこう首を折って言ったりすると、なんか首をこう折ってしまう。いや、俺は欲しいけどな。まあ、するって分かるから。人によって欲しい。そういう風に取られてしまうこともあるので、あまり、まあ、よくあの入院したらの植木鉢でもなんか根が張るから、まあ、根の張るものを持っていかないっていうようないうことと一緒で。結構千羽鶴ってその折られてへんのも、うん、でもそう思ったら折られてへんの多いよ。あんまりか。別に折ったらダメということはないです。折ってる多分千羽鶴もあるはずなんです。一回気になるとね。そうですよ。特に入院してる方とかっていうのはすごくやっぱデリケートな、なるほどね、はい、なってますから、まあ、基本あの気付けるんであれば首は折らないようにして、あの、送っていただいたらいいのかなとは思いますね。勉強がな、はい。で、最後にその質問が来ましたけど、これを持って帰っていいかって。そうですな。で、やっぱりその気持ちが入ってるものです。で、やっぱその奉納したものですから、普通で考えるとあんまりお下がりとしていただくというのは、特に奉納したものですから、あまりなんか良くないようなイメージはあるんですけども、ただ置いておいても結局はやっぱりそのお炊き上げであったり何々感じでこうなくなってはしまうものですから、別にあの自分で全部持って帰らなくていいですから、その一部を持って帰っていただいて保管しておいていただいてももちろん問題ないですし、神社などであの言うたらお炊き上げをしてはるので、あとどんどん焼きとかね、そういう時でね、そちらの方持って行っていただいてお炊き上げしていただいても結構です。やっぱり気持ちがあってね、やっぱりお父様と一緒におったっていうのが入ってますから、やっぱり自分の気持ちに正直になっていただいて、あの、自分の後悔のないようにしていただければ罰は当たりません。なるほど、罰は当たりません。はい、当たりませんのでね、そこはそれでそうしていただいたらいいのかなと思いますね。はい、勉強になりましたわ。はい、以上でございます。またあのご参考にしていただけたらね、はい、いいかと思います。本日はどうもありがとうございました。いつもお仏壇チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。